アフォンソ・デ・ポルトガルは、ポルトガル王マヌエル一世と、その2番目の王妃マリア・デ・アラゴンの間の第6子、4男。弟エンリケ王子と共に、聖職者となり、枢機卿、広司教職を歴任した。父王の方針で、文芸及び、ラテン語、ギリシャ語の古典語教育を受けた。ごく幼い頃に、教皇庁書記長に任じられ、1516年9月9日に、グアルダ司教に就任。翌1517年7月1日には、教皇レオ10世により、サンタルチア・イン・セプティソリオ教会を名義聖堂とする、叙祭枢機卿に除外された。1519年2月23日に、ビゼウ司教を、1523年2月20日に、リスボン大司教及び、エボラ司教を兼ねた。1535年7月16日に、リスボン大司教として、首都大司教に許されるパリウム着用を認められ、同年8月13日には、サンティジョバンニエパオロ教会を名義聖堂とする司教、枢機卿に昇格した。1540年に30歳で死去し、遺骸は一旦リスボン大聖堂に安置された後、ジェロニモス修道院に葬られた。ありがとうございます。